かる。北京に北京。北京に着いたぞーって言いたかった。でも北京に着いたぞーの着いたぞーが本当は中国語で言いたかったんだけど分かんなかったから、北京に北京っていうことで始まりました。もうずーっと北京に着いてからはしゃいでて、あ、マネージャーがね、回すの回し忘れててさ、どうかしてるぜ北京でね。今あの運転手さんのこのスーチンさんがね、北京のシンボルを見せてくれる。シンボル of 北京。シンボル？いや。ちょっとどれくらい遠い？どれくらい？How long?10 minutes. Oh. 10時間ということでね。耐久だね。だいぶ耐久ありますね。10時間僕とお付き合いいただくということでございますけどね。もう10 minutes がわからない人は今すぐ辞書を調べてください。辞書がわからない人は辞書を調べてください。一回ね。iPhone で。iPhone じゃなくてもいいよ。今スマホ何でもいい。何でもいいよ。でもほら。見てごらん、すっきれいだね。見えないか。ただ今普通に iPhone が映っただけだと思います。こんなことばっか、もうこんなことばっかやってるのよ。ごめんね、なんかもう本当もうね、ずっとこんなんです。あ、ちなみに私が今飲んでいるものなんですけども、これだけ見るとスプライトとか、なんかちょっとジュースに見える。マウンテンデューとかね。あ、は？は？切れられました。今マネージャーに切れられました。事件です。姉さん事件です。マネージャーに切れられました。これがですね、実は中国で超有名ツンタオビア、ツンタオビール、チンタオビア。今怒られました。今も本当に発音が悪すぎて事件ですね、姉さん。Again, repeat. Okay. チンタオビア。青岛啤酒，青岛啤酒，青岛啤酒，对，要 repeat after me， 青岛啤酒，青岛啤酒 ，OK， 素晴らしい，青岛啤酒，呀，青岛啤酒 ，repeat after me， 青岛啤酒 ，OK， 次のビール紹介します。この白いラベルね、これちょっとなんかちょっとビールじゃないっぽいじゃないですか。でもこれビールなんです。これちょっと紹介します、こちらのビール名前チュンタオピチオ白バージョンということでして、多分これもチンタオビールの白いホワイトバージョン ホワイトチンタオピチオ、Yeah. What? チンタオピーチよ。じゃあ青くねえじゃねえかというね。チンタオ、青島と書いてチンタオなのに、そもそもチンタオで青島って言ってんのに緑じゃねえか。どうなってんだよ中国。うまいからいいけどさ、どうなってんだ。ちょっとこちら開けてみますね。失礼します。あ、いいのかな。色も匂いも全然違う。
小さいとこっちの方が高級らしいです。僕はやっぱりなんか普通に流通しているチンタオビールの緑の缶はみんなに見せたかった。普通にもっと高級なものをマネージャーが飲んでました。カットされるんだろうなこれ。カットしないでね。じゃあいただきます。高級な味がする。なんだろう、高級って言われるからかな。気のせいじゃん。気のせいって気のせいなのかもしれないけど。いやでもうまいのは同じ。あとUberEatsどうする。UberEatsどうする。今なんかもうちょっと空港に着くのがちょっと遅かったから、お店もねちょっとしばっち来てるからUberEatsがいいんじゃないかって話になってるんだけど、ウーバーイーツで水餃子がおすすめっていうことなんで、ちょっとチコギだ。チコ。あとちょっと待って、ここ水餃子パーティーだな。おい、誰の部屋に集まる？ドライバーさんの部屋で集まる。それでなんかパーティーなのかっていうところで言うと、水餃子がニラ玉、卵とニラ玉とですか、ニラ玉と豚肉白菜、豚肉セロリ、豚肉ニラ、牛肉セロリ、豚肉ネギ。急に牛肉出てくるけど、大体豚がメインだよね。で一番人気が豚肉が入ってるやつなのかと思いきや、ニラ玉。どうするニラ玉一つと、ニラ玉一つと豚肉白菜は食べたい。一応牛もちょっと試してみたいなっていうところで、じゃあお前の部屋に集合な。いつ北京のシンボルが見られるの？でまだ10分経ってないからね。Is it near from here? What? Is it near from here? So, Beijing symbol? あ、これだ！これだ！これだ！このあの。凱旋門みたいなやつ、凱旋門貸してくれ。この凱旋門みたいなやつだ。ビューティフォー、ソービューティフォベイジンダック。北京まで、上海で食べたことはありますけど、ちゃんと北京でまた北京ダックに出会えるなんて僕は嬉しい。ちょっと手を拭いてね。今食べ方をね教わったんだよね、ウさんね。ちょっとまず本当の食べ方、上からこっち全然取らねえじゃん。まず上からその皮の部分をお砂糖つけて、
乗っけるじゃん。で、下のお肉のある部分をなんか俺、両方入れるって俺知らなかったけど、そういう食べ方なんですね。なんか、好きな部位ばっか乗ってた。で、きゅうり。いやいや、ダックでやれよ。ねえね、これを、あ、これ何？なんだ、なんだ、メロン。レモン？メロン。メロン、うん、メロンもちょっと乗っけて。そうですね、好みです、多分。ちょっと包みます、来月北京の予定入れといてね。もうまた、え、明日から生徒行く。もう全然ついていくっていうくらい。やっぱ王様だな北京ダックは。みんなも一回食べにおいで。